さあ始まりました少量チャンネル。翔太です。亮です。少量です。はい。というわけでハモったね。今回もですね。えどういうこと？というわけで。いや伝わんない伝わんない。今回もですねおしゃれな動画を撮ろうとして失敗したので、はい、アフレコしております。はい、お付き合いください。はい、少量。はい、というわけでですね、うん、まあ、さっき全然説明できなかったんですけども今回は朝活？朝活でも言うて昼だったよね。昼でしたね。うん、中野のセントラルパークにあるテラスの席があるレストランに行ってきました。いや久しぶりにさ、なんか中野セントラルパークのさ、うん、なんかこのレストランのところに行ったけどさ、うん、やっぱいいね。うん、いいね。うん、おしゃれだし。うん、まずね。うん。なんでアフレコなんだよ。ああそこね、はい、みんな思ってるよ、まあ、うん、みんなオープニングでもちょっと言ったと思うんですけれども、はい、おしゃれな動画を撮ろうと思ったんだよね、はい、2人でね、はい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 、でもね、うん、やっぱうまくいかないと。まあ風も強いしね。そう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 。まあ一応なんか寒い中、うん、他のお客さんが外を選ばない中、うんうんうん、外で、そうね、撮らせていただいて、気持ちよかったよね。うん、うん、そうなの。そう、はい、でアフレコをしようってことになってアフレコをしております。ああ美味しそう。いや本当ね、美味しかったんだよねここのレストラン、うん、ここのレストラン初めて行ったよね。そうだね、僕が食べたのがパスタ、うん、パスタ日替わりパスタね、うんうん、僕が、うん、若鶏のチキングリルみたいなやつ食べたんだけど美味しかった。いや本当美味しくてさ、これソースがめちゃくちゃ美味しかったんだよねこれ。そう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 、うん、でまあなかなかちょっと何あの近所ではあったんですけども、うん、なかなかこういうとこに来れてなかったので、うん、まあなんか来てみたよってことで、うん、今回行ってみました。はい、ご協力いただいて、うん、はい、ね、心よくね撮影していいですかって言ったらね、うん、あどうぞみたいな感じで言ってもらえたんで、そう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 、うん、はい、もう表情見たら分かるよねうちらのね、もう美味しそうなの。美味しそう。うん。うん。ほら。ほら。俺、その、あれよね。美味しいもの食べるとね、ガッツポーズしちゃう癖があるんだよな。ああ、そういうとこあるよね。うん。そういうとこあるわ。うん。そういうとこある。うん。でも、まあ、にしても寒かったな。ああ、まあ、でも、まだ我慢できたかな。うん、まっす。いや、今我慢できたら多分ずっと我慢できるよ。ほんと？でもさ、なんか、急にさ、また寒くなったじゃん。はいはい。なんかもう、あっという間に冬になってしまった。そうだね。なんか、うん、秋らしいこととか、あんまりしてない気がする。そうだね。まあ、だいたいいつも秋なんてないよね。うん、そうだね、うん。あっという間に終わるもんね。あっという間に。うん。終了。さあ、というわけで、最近なんかいいことありました？最近？何その急な。いいことありました、ね、どういうこと？なんか雑じゃない？最近のいいことありました。いいこと、面白い話してほしい。面白い話、面白い話、面白い話かどうか分かんないけどさ、さっきさ二人でさ、うん、年末ジャンボ宝くじ当たったらどうするっつう話をしてたじゃん、うん、はい、10億円当たったらって、うん、ね、うん、夢があるよね。そうだね、うん、絶対当たるわけないのにさ10億円なんて当たらないよな、うん、でも当たった時のことをさ、うん、考えるのってすごく楽しいじゃん。わかるわかる、ね、うん、夢広があるよね、うん、多分。で何をしたいんだっけ翔太は。僕はとりあえずマンション買って、うんうん、であの税金をできるだけ払い終わって税金払い終わらすことでできないのかなと思って。あどうなんだろうね、多分。っていうかさ、うん、何その現実味あふれるさ、なんかそのいや最初にその払えるもの払っとかなきゃさ、後から怖いじゃない。確かにね。そうそうそう、待ってまだ20代だよね。だって20代とかだったらさ、何が欲しい、うん、何が欲しいとかさ、そうだよね、そういう夢が出てくるのかと思ったらさ、全然そんなことないんだね、うん、そうだな、超現実的。うん、まあ俺の旦那様、はいはい、こういう方がそばにいてくれて、はい、僕も将来安泰だしな。なるほど、うん、はい。なるほどで済まされたんだけど、はい、ひょにょ。いや黙々と食ってんね。そうだね、そういえば、うん、いやでも本当美味しかったよねここのレストラン。この後ね、はい、あごめんごめん、この後さ、はい、もう本当俺仕事だったからさ、うん、仕事がなかったらさ、うん、昼間から飲みたかったんだけどさ、うん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 、でも翔太はさ、なんかもう飲めばいいじゃんみたいな感じで言ってくれてたよね、うん、
そうだね。うん。うん、いや、でもさすがに飲んでから仕事に行くっていうのはね。まあ、いいんじゃない？まあ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 、いるよ。まあ、いるっちゃいるよね。あの、一番いいのは水筒にね。うん。炭酸類とかあれだからさ。うんうんうん、あの、焼酎とかをさ、水筒に入れて持っていくのが多分みんなおすすめです。ひょにょ。ちなみに、したことは、あります。あるんかい。いや、もう、時効だよ、時効。終了。だってもうあれだもんね、翔ちゃん仕事中にテキーラ飲んでるっていう噂。いや、どこの噂だよ。いや、まあ、そういう時代もあったかもしれん。そういう時代もありましたよ。テキーラでちょっと一回決めてから仕事しないと、みたいな。そうだね、ちょっとね。働く時間が長いとね、やっぱ、そういうね、楽しさを。やっぱ自分で楽しませるっていうのが、やっぱ一番いいと思う。ね、ああ自分が自分がね、そう、うん、それが一番手っ取り早いというか、確かにね、そうだからそういう意味でもなんかそういうちょっとふざけたぐらいがまあ、 あの日本人にはちょうどいいのかなと思ってます。はい、はい、というわけで終了。見てる方々があの間に受けそうなので一応否定はしておいた方がいいんじゃない。あのテキーラなんて飲んでませんよみたいな。あ、え、そうか。そうか。もう、これでもうやってたなっていうのがね。いや、まあ、時効です。まあ、別にね、そういうね、あの、仕事前は飲んじゃいけないっていう規則ない。あ、終わりです。ひょにょ。はい、はい。というわけで、中野セントラルパークにランチデートに行ってきました。はぁ。よかったね。よかったね。はい。なんか、たまにさ、こういうおしゃれなさ、うん、なんか、ランチデートみたいなのもいいよね、うん。うん。というわけで、ここまでにしたいと思います。はい。はい、気に入っていただければ、チャンネル登録と、高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。では、また。うん。乾杯。あ、おいしい。おいしい。おいしい。うん、大丈夫。おいしいって。あ、大丈夫。おいしいんだよ。あ、大丈夫。